私の名前は水木。都内の化粧品会社で働きながら、主婦をしている現在29歳だ。子供はいない。今から話す内容は、嫁いびりのお手本とも言えるくらい、私をいびりすぎた姑の話とその末路だ。まず私がされた嫁いびりの内容から話をしようと思う。何度か姑に手料理を振る舞ったことがあるのだが、ちょっと味が濃いわね。肉が硬すぎるんじゃない？これは食べれたもんじゃないわね。と、私の作る手料理には毎回必ず文句を言うのだ。これは姑あるあるとも言えるのかもしれないが、しまいにはまずいと言い、平気で私の前で料理を捨てるくらいだった。もう食べれないから捨ててもいいわよね。そう言って、ゴミ箱に捨てたのだ。捨てられてからは、もちろん一切手料理は振る舞っていない。さらに陰では、私のことをあの女呼ばわりしていた。あることないことを周りに話していたのだ。息子はいやいや結婚したのよ。あんな女に騙された息子がかわいそう。仲のいい近所の人からは、そうみんなに話してたけど大丈夫？と心配されたこともあった。これ以上、姑からの嫁いびりを悪化させたくなかったので、いつものことなので大丈夫です、と私は答えた。嫌がらせをされたのはこれだけではない。家に来るたびに隅々まで確認し、掃除ができていないと説教をしてくるのだ。クローゼットの中や寝室まで勝手に入りチェックをしている。無理やり埃を見つけては騒ぎ始めるのだ。家事もろくにできないなら仕事を辞めなさい、とまで言ってくる始末。私は少し潔癖症でもあるので、家は絶対に汚くないはず。仕事だろうが関係なく、毎日掃除をしっかりしていたので、そう言われるとすごく腹立たしかった。そんな嫌がらせを目の前でされているのに、夫は一切助けてくれない無関心だ。暇さえあれば携帯ゲームをずっとしている。私が助けを求めても何も言わないのに、姑が私のことを言うと、確かに最近料理手抜いてない？お母さんの言う通りだよ。家事しっかりしてよ。と加勢して、二人で私に言ってくるのだ。これが世で言うマザコンというやつだろう。マザコンの度合いを超えている気もするが。そんなマザコン夫と私の出会いは、いわゆる合コンだった。会社の同僚から誘われたのだが、私は急遽人数合わせで参加。最初はクールで落ち着いていてかっこいいと思っていたが、今考えればそれはクールではなく、ただ人に興味がないだけだった。その場で連絡先を交換し、その後も何度かみんなで集まる機会があり、自然と交際に発展することになったのだ。マザコンなのは交際当初から薄々気づき始めてはいた。お母さんだったら、お母さんに聞いてみるね。と、何かと姑と比べられることが多く、何をするにも決めるにも姑の許可を得るレベル。結婚することになり、今の家を探すときも、姑が必ず不動産屋についてきた。二人で住む家なのに、私たちに決定権は一切なく、義実家に近くて来やすいからというだけで、今の家を決められたのだ。決して綺麗な物件でもないし、お金を出してくれるわけでもない。嫁の私がもちろんそれを拒否することはできず、何も反論ができなかったから、それから図に乗ってしまったのだろう。このマザコン話を友人にすると、そんな男となんで結婚したのか、とよく聞かれるが、恋は盲目とは言ったもので。恋人時代にもマザコン気質が気になっていたのは確かだが、別れようかなと思うほどではなかったのだ。どこかでそこまで大したことはないだろうと思っていたのかもしれない。ではなぜ結婚してからマザコンがひどくなったのかというと、結婚するまではお互いずっと実家に住んでおり、結婚と同時に一緒に住むようになったので、そこからマザコンがひどくなったのだと私は思う。夫は一人っ子のため、ずっと甘やかされて育ったのだと今はすごく感じているのだ。一人じゃ服も決められないのには笑ってしまった。いつも姑が決めてくれていたのだそうだ。そして夫に初めて手料理を振る舞った時もひどかったのを思い出す。
一口食べるなり、お母さんの味と全然違う。お母さんから味付けを習って作ってほしい。家事に関しても、お母さんはもっと綺麗にアイロンかけてくれるのにな。お母さんは服をこう畳んでくれてたよ。などと、いちいち姑と比べてくるのだ。しばらくは仕方ないのかと我慢をしていたのだが、さすがに毎日のように同じことをぐちぐち言われて、私はあなたのお母さんじゃないのよ。いちいち比べないで。と、一度だけ反論したことがあった。すると、なら文句言われないように家事をしっかりやってよ。と、夫は謝る気配もなく、さらに私にしっかりやれと言ってきたのだ。そこから私は家政婦のように、ただ家事をこなしていくようになった。そんな生活に耐えかねて、私はしばらく実家に帰ると置き手紙をして家を出ることにした。あれを果たして結婚生活と言えるのか、と考えるようになったから。そして毎日毎日、お母さんだったら攻撃に参ってしまい、食事も喉を通らず、睡眠不足で体調不良に。体重も新婚当時より10キロも減ってしまった。そんな状況だと分かっているはずなのに、姑と夫は心配や反省することはもちろんなかった。それどころか、私が実家に戻ってから、毎日のように実家に嫌がらせの電話をしてくるようになったのだ。電話が鳴るたびに、またお母さんからか、と分かりつつも私は電話に出る。私が出るなり、嫁のくせにいきなり家を出るとは生意気ね。日々我慢してたのは息子の方よ。どうしてくれるのよ。謝りなさい。と怒鳴っては電話を切り、またしばらくすると同じことを言うために電話をしてくる。そんな電話攻撃が多い日だと5回もあった。電話中、私の言い分はもちろん何一つ聞く気はないのだ。私が話そうとしても、あなたは黙って聞いてればいいのよ。と大声を上げてきた。私は体調を崩していたこともあり、しばらく仕事を休んでいたのだが、さすがにずっと休んでいるのも申し訳なく思い、仕事に復帰をした。最初は復帰せずに退職も考えたのだが、いざ仕事に復帰すると、夫や姑のことを忘れられるから、とても気持ち的に楽だった。仕事も好きで、周りの人もいい人ばかり。心身的に徐々に落ち着いてきたと思った矢先、例の事件が起きたのだ。ある日、いつも通り仕事を終えて実家に帰宅をすると、今日は出かけると言っていたはずの母親がリビングにいた。あれ？どうしたの？出かけるんじゃなかったの？と私が聞くと、今日も拓也くんのお母さんから電話来たわよ。私が電話に出るなり、ひたすら文句ばっかり言うもんだから、イラッとして言い返してやったわよ。そしたらさらに大騒ぎしてきたけど、ふざけるな、もう息子とは離婚させるって、向こうから言ってきたわよ。と、母親は興奮気味に話した。ついに私に罵声を浴びせるだけじゃ物足りず、私の母にまで文句を言うようになったのかと呆れていたのだが、さすがにそうではなかったようだ。実は、私と母親は声がとても似ている。実の父親でも、電話で私たちの区別がつかないくらいなのだ。声だけではなく、背格好も同じなので、後ろ姿では見分けがつかないことも。母親の友人や近所の人にも、本当に声がそっくりね。年々見た目も似てくるわね。と、毎回言われるくらいだった。どうやら姑は出かける用事があり急いでいた母親の焦った声と私の声を間違えたのだろう。そして間違えたのが運のつき。私の母はとにかく口が強い。頭の回転も早いので口喧嘩はきっと誰にも負けないだろう。さらに母親は関西出身だから余計に口調も強いのだ。きっと姑は圧倒されたのだろう。で、お母さんはなんて言い返したの？と、私は母親と姑が電話でどんなやりとりをしたのか聞いてみた。母親が急いではいはいと電話に出るなり、あら、水木さんね。まだ家に帰らないわけ？いい加減にしなさいよ。と、最初から怒鳴ってきたという。水木じゃないです、と言おうとしたらしいが、
普段なんて言われているのかを自分の耳で聞きたかったようで、あえて言わずにそのまま黙って話を聞くことにしたとのこと。そんなことを知らずに、姑は話を続けたようで。あなたね、結婚生活ってそんな甘くないのよ。最初からあなたとうちの息子は合わないと思ったのよ。見た目的にも不釣り合いというかね。その言葉に母親の堪忍袋の尾がぶち切れた。さっきから黙って聞いてればいい気になりやがって。お前の育て方が悪いからあんな一人じゃ何もできない子供に育ったんだろ。不釣り合いだって？あんたの息子が周りになんて言われてるか知ってるの？ママが大好きなマザコン男、顔も大して良くないわよ。出直してきな。それを聞いて私は吹き出してしまった。自分では思ってても言えないことを母親がすべて代わりに言ってくれた。それを聞いてなぜだかすごくすっきりしたのだ。それからは姑からの嫌がらせ電話はぱったりなくなった。だが電話では離婚してくれるとは言ったものの、全く音沙汰がなかったので両親と話し合って私は弁護士を立てることにした。こういう時の証拠になればと思い、私は普段の電話の会話を録音していたのだ。それを弁護士に聞かせると、これは十分有利になる、よく録音してたねと言われた。その録音証拠の効果もあってすんなりと離婚が成立。もちろん精神的苦痛も含め慰謝料はがっぽりと取ることができた。慰謝料については少し渋っていたようだが、私の弁護士さんは優秀でちゃんと希望通りの金額を請求することができ、私はすごく感謝している。その後姑とも夫とも連絡を取ることはなかった。離婚して月日が経ったが、未だに母親とあの時の電話の話題になる。その度に母親は、まだあの電話の相手水木かと思ってるのかしら、お母さんと同い年くらいなのにもうボケ始めちゃってるのかしらね、かわいそうにねと毎回高笑いをしている。私はあの電話がなければ今も縁が切れていなかったのかなと思うと怖くて仕方ない。本当に母親には感謝している。後々共通の知り合いに聞いた話なのだが、お母さんとお父さんは熟年離婚が成立。もともと私への陰口はお父さんの耳にも入っていたようだが、私以外の人に対しての陰口も多くうんざりしていたのだとか。今回私が弁護士を立てて事実を公にしたことが決定打になったようだ。お父さんは私に悪いと思いながらも陰口だけならとお母さんを放置していたらしい。度を超えた私への嫁いびりの内容を聞いてすごく驚いていたそう。こんなひどいことをしていたのか、もうお前とはやっていけんと、お父さんは嫌気がさして家を出て行ったそうだ。お母さんは修復をしようと泣きついたそうだが、お父さんの考えは変わらず泣く泣く離婚。それからお母さんは家に引きこもり生活になり、あんなに大好きだった息子への態度も変わってしまったそうで、毎日喧嘩の日々なんだとか。私はというと、ご縁があり現在は新しい恋人がいる。母親のことを大事にはしているがマザコンではなさそうだ。お互いの両親にも会っていて家族ぐるみでも仲良くしている。みんなに祝福されており、とても幸せだ。